ホークイアムは、アメリカ海軍の懲戒フリゲート。タコマ級フリゲートの一隻。艦名は、ワシントン州ホーキアムにちなむ。ホークイアムは、海事委任契約のもと、1943年4月10日に、カリフォルニア州リッチモンドのカイザーカー5社で、PG-113 として寄港した。1943年4月15日に、PF-5 へ。 艦首変更される。1943年7月31日に、ヘレン・フィルブリックによって、命名、浸水し、1944年5月8日に、艦長、P.B. トリンブル沿岸警備隊象者の指揮下、収益した。南カリフォルニア沖での成長後、ホークイアムは8月20日に、サンフランシスコを出港、シアトルを経由して8月27日に、 アラスカ州コディアックに到着、アラスカンシーフロンティアで、船団護衛任務につき、終戦まで、アラスカ沿岸での警備を行った。1945年6月、オーバーホールのためシアトルに帰還。その後アラスカ州、コールドベイで8月16日に退役し、同日レンドリースポーに基づき、ソ連海軍に対応された。ソ連では、 護衛艦を意味する EK の略号を付与され EK14 の名で収益した。ホークヤムは1949年11月1日に横須賀でアメリカ海軍に返還された。1950年9月27日 BA 連少佐の指揮火災収益し、成長後にアメリカ軍を呼び国連軍に合流するため韓国に向けて出港10月25日に 元山沖に到着した。同地では、港湾管制任務を担当し、物資揚陸時には、艦艇の護衛を担当した。続く2ヶ月間、ホークヤムは、韓国の北東沿岸での巡視、船団護衛、港湾管制及び通信管制任務を担当した。12月下旬の港南撤退の際には、港湾管制の支援を担当し、その後日本に向かった。 12月30日に横須賀に到着、ホークイアムは短期間のオーバーホールを受け、その後日本沿岸での無人標的艦任務を1951年1月後半から3月前半まで担当した。3月8日に韓国沿岸に戻り、続く6ヶ月間は元山から白津までの沿岸で作戦活動に従事する。また敵の沿岸輸送破壊を目的とした。 偵察巡行に参加した。さらに元山沖での対戦紹介に生む沿岸施設への砲撃及び輸送路の破壊を行った。5月7日、沿岸の敵陣地に対する砲撃の際、ホークヤムは敵の砲撃によって破損した。修理のため日本に向かい、5月16日に横須賀に到着した。作業が完了すると6月4日に出港。 佐世保経由で6月10日に元山沖に到着し、再び艦砲射撃任務に従事した。東海岸での巡航は9月まで続けられた。9月9日に横須賀に帰還、10月8日に退役すると、韓国海軍に対応され、楽東港の艦名で収益した。楽東港は1973年にスクラップとして廃棄された。ホークイアムは、 朝鮮戦争の先行で5個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。